皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。お元気でいらっしゃることを願っています。関ジャニエイト、現スーパーエイト、の元メンバーでシンガーソングライターの渋谷スバルが10月16日に通算4作目となるアルバム、Love You をリリース。先行配信されたシングル、人間参加に反響が起こっている。8月30日に自身のインスタグラムに、 人間参加のメガボルトを投稿した渋谷は、今を生きる人間の愛、情熱生きていれば色々あるけど、生きているから色々ある。頑張っていこうと哀愁漂うメロディーに胸に突き刺さるような歌声の同曲に込めた思いを綴っている。見てくれた、聞いてくれたというあなたは、どう感じましたかと呼びかけた。 公式 YouTube のメガボルトは9月17日現在約30万再生となっており、超かっこいいミュージシャンになっとるやんけ。アイドルからこの路線への転職は簡単じゃないと思う。勇気をもらった、哀愁のまとい方最高じゃないかなどの声も上がっているが、インパクトの強いビジュアルに、今はの清志郎かと思った、河本ヒロとみたいなりたいんだな。 スバルくんには全く会ってない正直に良い曲とは思えないなどのコメントも寄せられている。渋谷は2018年12月31日をもって関ジャニエイトを脱退。19年よりソロアーティストとして活動をスタートし、24年8月にトイズファクトリーと契約している。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。 次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。